人って超うまそう。どうぞ。フリップアップ型テーブル、はい、これだけでできちゃいます。足りない。車中泊のエキスパートになるとこういうところを選びます。ユザワの駅前、さあ今日のディナーはユザワの有名なとんかつ屋さんといえばこちら、人参亭、行ってみましょうか。じゃあ人参亭さんはですね、ヒレカツかロースカツのみにね絞りました。でんでん、小鳥のロースカツ、じゃあ小鳥さん、秘伝のソースをどうぞたっぷりとおかけください。あやばいねこれ、めっちゃうまそう。どうぞ。おお、一口でいっちゃうのかい。そして父ちゃんのヒレカツ、いただきます。うまい。おいしかった、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 おいしかった。人参亭、次はお風呂行きましょうか。お風呂はこの冬は実は来れませんでした。駒子の湯、行ってみましょう。チェックアウト。駒子の湯、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 湯パーク。駒子の湯、到着。実はこの駒子の湯に入ること自体が多分10年ぶりぐらいかな。非常に久しぶりにやってまいりました。いい温泉です。湯気が。湯沢温泉巡り行ってみましょうか。いいお湯だったね。やろ、いいお風呂でした。早く着ないと。汚れちゃう。さあ、では今から今夜の寝床に向かいたいと思います。Here we go。はい、到着しました。今日の車着ポイントです。それでは今からベッドメイキングですね、作っていきますので、皆さん協力のほど。では、荷物を前に移します。いいですか？ないよ。よいしょと。はい、それでは布団を敷きます。はい、では仕上げにですね、テーブルを作りたいと思います。こちらね、このフリップアップ型テーブル、ハイエースに標準でついている仕切り棒、これに超簡単ね、こうやって板をつけてるものです。じゃあ母ちゃん、はい、足一本でいいです。足をここに、このように一本でいいです。十分です。そうです、そうです。もうちょっとそっちを一緒かな。はい、これだけでできちゃいます。超簡単テーブルセット、以上、ハイエースのベッドメイキング完了しました。それでは、ただいまよりリラックスタイムです。Here we go. Here we go. はい。こんな感じで夏は、後ろの席をベッドルームにトランスフォームさせて、ポリナイ、始めていきましょう。それでは、お疲れちゃーん。さて、今夜の車中泊スポットは土たる自然公園です。その公園からさらに上流の方、魚野川のね、上流の方にやってきたところにある、もうね、下砂利なんですけどね、河川敷です。もうすぐ隣、すぐ横がね、川流れてる、そういうスポットを今日は見つけました。車中泊のエキスパートになるとこういうところを選びます。大体の場所はこの地図に載ってるんでね、大体この辺りで今やってるんですけど、仮設のトイレがあるので、便利だと思います。ただし水道はないので、その辺は自分で用意すること。今日もちょっと夜雨が降りそうなので、車内で楽しみながら、今からアニメ鑑賞会ですね、なんだっけ、7つの滞在を見ながら、ビール飲みながら夜を過ごしましょう。
Here we go. 注意、ここには霊感を感じます。やめてください、そういうの。いや、笑えないです。待て待て、お前ら何やってんだよ。イフー、チュチュチュー。今日はアニメーション鑑賞会です。いきなりお前の喉元をかっ切ったんだぞ。永遠に死ぬのが無心。みんな起きるぞ、おはよう。おはようございます。今日は河原です。河原で車中泊をしました。よし、みんな起きて朝ごはんの準備だ。なんとね、仮設のトイレがある河川敷の広い駐車場ですね。こちらの仮設トイレですが、なんと洋式です。てってれー、素晴らしい。今朝はこういうロケーションで目を覚ましました。おお、すぐ横が、これ魚野川の上流ですね。釣りする人が結構来るみたいですけど、こんなところでポツンと車中泊しました。貸し切り、ね、うちみたいに車中泊の上級者になると誰もいないところを探しちゃいます。なっちゃって、ただここも河川敷なんですね。河原なので雨が強かったりとか、大雨がね降る予報とか、それから降った後とかであったら、この場所で車中泊するのは絶対おすすめしません。河原の車中泊久しぶりだね。青、母ちゃんは飯を作ってます。はい、母ちゃん、コーヒーありがとう。ゼロコーヒーいただきます。朝からハンバーグ、美味しそう。おやすみ。コンビニなのにお店っぽくて美味しい。温めるだけでこんな美味しい朝食取れるんだから、おすすめですね、小鳥さん。あれ、青、ハンバーグが残ってる。じゃあ父ちゃん食べちゃおう。父ちゃん食べちゃおう。朝からハンバーグ食べれるなんて、山の中でしかも。いいロケーションです。小鳥さんすごいです。トンボを友達にしてしまいました。てってりー、手乗りトンボです。てってりー、早速川に入ってみたいと思います。あ、気持ちいい。冷たい。あ、ビーチになってる。行ってみよう。入ってみようか。流れが緩やかで気持ちいい。あ、起きてみ。めっちゃ気持ちいいよ。超冷てー、超冷てーよ。やばい、超気持ちいい。入ってみなよ、青い。いいよ、入ってみ。ザブーンって。息子よ、どうしてそんなバカなんだお前は。お風呂じゃねえんだからよ、ザブンって入っちゃえって。やだよ、俺冷たから。3、2、1、もっともっと体まで。そうだ。
ケツいて、ケツいて。片付けも全員で行います。さあ今日の車中泊場所はこんなところでした。今ねいろんな人がね遊びに来てみたい。そしてこれをご覧ください。なんと川とサウナをされているファミリーです。きらぼしマルシェ到着。ヤッホー、あった元気だった。あなた何年生だっけ？4年生今度は。やったー、久しぶりだね。わー、いっぱいある、楽しそう。すごい大盛況、きらぼしマルシェ。あー、おはようございます。元気でしたか？めっちゃにぎわってます。わーい。湯沢日帰り温泉って調べてる人はどんな人が、はい、混浴混浴があるかどうか。はい、混浴ってタオルがあるかとか。あ